今回の最後の一手は姫子に任せるよ。え、何あれ、櫓の妖怪。緊張しなくても大丈夫だよ。泉州に妖怪なんていないから。あれは金陣って言って陣を守ってるんだ。重要な場所には必ずあれがいるの。あそこでしゃがんでるけど、まるで近寄ったら首をはねてやるって言ってるように見えない？前を通ろうとしたら絶対襲ってくるやつでしょ。私たちは大木様の命令で来たんだから大丈夫だよ。通行禁止。三月の嬢ちゃん、ひょうたんから駒が出たね。早く何とかして。警戒しろ。避けられない一戦。まだ分かってないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さぬ。私は おやすみ。代価を払ってもらう。槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。間に合ったような。あんな気持ちよ。気にしないで。ありがとう。ありがとう。避けられない。我々はとうに嵐に踏み入った。守るべき者のために打ち崩せ。戦闘準備。お薬の時間よ。適切な援助だ。我々はとうに嵐に踏み入った。守るべき者のために打ち崩せ。間に合ったようね。あんな気持ちよ。気にしないで。ありがとう。まだ分かってないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さぬ。私もよ。はっしゃ。俺が守る。注射の時間よ。助かった。ありがとう。槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。我に力を。戦闘は設計みたいなものよ。
お薬の時間よ。ランス戦闘準備。我々はとうに嵐に踏み入った。守るべき者のために打ち崩せ。悪いこと。まだ分かってないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。私もいい。我々が失ったものを全て取り戻す。あ。